にちは。暴れるグランドヘルベツカをやっておりますヨッシーです。本日はですね、おすすめのこの夏おすすめのアイテムの紹介をしたいと思います。もうね、だんだん暖かくなってきましたから、何かね、新しいアイテムが欲しい時なんじゃないかなというふうに思っています。そこでおすすめなのはこちら、タンクトップですね。タンクなんですよ、これです。わかりますか？ちょっとね、珍しいでしょ。まあちょっとね、生地感っていうかそういうの見てほしいんですけど、まあ、こんな感じ。ちょっと見えづらいかな。こう、あ、なんかね、見えたかな。生地の陰影がこれで見えると思います。裾の方がかなりね、ジグザグな感じになっているんですけれども、インクというブランドのルーズフィットタンクだったかな。まあタンクトップです。これすごいんですよ。こう生地がね、こういう風に違う生地を、こういう風に見え方が違う生地を使っているので、まあ単色なんですけど、かなり濃淡があるっていう風な感じですね。まあ後ろも同じで、こんな感じになります。で、結構ね、これ長いんですよ。一番長いところで83センチぐらいかな、着丈。だから結構こう下の方に来るんですよ。これはね、この夏とかの単調になりがちなコーディネートにリズムを生んでくれると思うんですね。裾がこういう風な感じになってるんで、後でね、ちょっと着画をお見せしたいなと思っています。このインクというブランド、インクなのかな？インクなの？僕は勝手にインクって呼んでたんですけど、2005年からやってらっしゃる大阪のブランドです。デザイナーさんは岡田正幸さんという方がデザイナーをやってらっしゃいます。2005年の AW からブランドをスタートさせました。で、拠点は先ほども言いましたが大阪が拠点のブランドになります。国内外からですね、デザイナーさんが、自らピックしたミリタリーウェアとか、ヴィンテージデニムとかですね、ワークウェアを解体、再構築しています。これね、本当にデニムなんかね、本当すごい。デニムとか、あとはね、モッツコートとかもかっこいいんですよ。うん。これ結構僕前から知ってはいたんですけど、しっかりね、ちゃんと買ってっていうのを、前に、ね、過去に、何年か前にデニムを買ったことがあったと思ったんですけど、それからしばらく、購入していなくて、このタンクトップすごいいいなと思ったので買いました、今回ですね。で、まあそのデザイナーさん本人が、すごいんですよ、この方。パターンや解体とかですね、あと裁断まで、やるんですね。それでバーッとこう自分で縫ったりするんですよ。気合入ってますよね、かなり。めちゃくちゃ手間かかるんですよ。これね、やったことある人ならわかると思うんですけど、もともと、なんかね、なんなら一から作った方が楽なんじゃないかぐらいのものって結構あると思うんですよね。まっさらな状態からの方が楽なのではと思うような作業も絶対あると思うんですよ。それを一からね、分業とかもなしでパターンも全部自分で引いて、で、解体裁断も自分でやってっていう、本当にもうね、一人でもう全部やっちゃうみたいな、そんなすごくね、クラフトマンシップに溢れるデザイナーさんがやってらっしゃるブランドで、着用者が着た時にその人の色になるインクという意味でインクという名前をつけているようです。素晴らしいですね。で、本当にね、モッツゴートとかもすごいかっこいいし、特に僕ね、デニムがすごいなと思ってるんですよ。でね、今期僕これ結構迷ったんですけど、そのできればね、これは実物が見たいなと思って、それは手を出さなかったんですけど、オーバーオールを再構築したやつがあって、あれですげえいいとこに目をつけてらっしゃるなと思ったんですよね。で、なぜかというとね、僕オーバーオールが昔ね結構好きで履いてる時期あったんですよ。ビッグマックのオーバーオールとかヴィンテージの好きなんだけど、実際、ここいらないんですよ。僕はですよ。僕はなんですけど、下だけぶった切った感じがいいなと思ってたんですけど、オーバーオールの下だけは好きなんだけど、じゃあ、ワークパンツっていうか、そういうのあるじゃんって話になるんですけどね。あれね、またちょっと違うんですよ。僕、オーバーオールのここが結構好きだったんですよね。だから、それをね、上なくして、下だけこうリメイクして作ってあるっていうのが、本当にね、かゆいところに手が届いてるリメイクだと思いましたし、そのリメイク技術みたいなところが本当にすごいですね。もう本当リメイクっていうより、こう、ちょっとね、一個一個アートピースのような仕上がりになっています。ぶっちゃけなんですけど、マルチェラのアーティザナルより、すごい。思っています。本当に、マジで。はい、思ってます。でね、そんな、デニムを作ってらっしゃる方なんですけど、まあ、今回は僕が紹介してるのは、このタンクトップです。まあ、夏になるし、こういうのはね、一個あると、手持ちのアイテムがかなり変わった感じになるんですよ。裾のカットはね、すごい変わっているし、
ここがこう裾から出てくるっていうところに個性が出てくると思いますんで、ちょっとね着てみたいと思います。身幅も結構広くて、結構ねあの丈が長いので、だいたいどんな方でもハマるんじゃないかなと。まず1枚で着ています。ちょっと放送事故っぽいのですぐ上を着ます。 CCP のマスクシャツと一緒に着ています。インクのタンクの丈が結構長いので、こういう同系色の合わせで行ってもかなりインパクトも出ますし、系統を選ばないレイヤードが望めると思います。で次に、オムプリスの、ワイドショーツと古着のシャツと一緒に合わせています。合わせ的にはこれが一番気に入ってるんですけども、パンツが黒だとどうしても見えづらいんで、違う色のパンツを履きたいと思います。でこれデニムと一緒に合わせました。こうするとね裾のカットが見えやすいですよね。ワイドパンツとかワイドショーツとか、ボトムにボリュームのあるものに負けないカットと、あと丈感かなと思うので、そういうのと合わせる時のレイヤードどうしようって迷った時はこれで一発で解決するっていうものですね。これバイボレのものと合わせてます。系統選ばないっていうのはこういうことですね。バイボレとかそういうちょっとモードっぽいものと合わせても受け止めてくれる、デザイン性の強さと汎用性の、高さっていうのが伺えるところですね。これがジョイディビジョンの、T シャツと合わせてます。こういうロックティーとかと合わせて、ジーンズなんかと合わせると本当にねオーセンティックすぎるかなっていう感じになるんですけど、このタンクがあるだけで結構ね変わった感じに見えるんで、人と差をつけるためにもレイヤードの種類が増えると思います。これちょっと無茶かもしれないですけど、ボラミーのジップシャツの上に着ています。シャツの上にタンクってね変態っぽくなるんですけど、ネック部分隠れてるとギリギリいけるんですよね。ということで、ワンマイルウェアみたいな感じで実験的にやってみました、はい、いかがだったでしょうか。本日はですねインクの、ルーズタンクトップのご紹介でした。最後にね紹介したこの、ジップアップ半袖シャツの上にタンクトップ着るっていうね、完全に変態のコーディネートだと思うんですけど、これねギリギリ OK だと僕は思ってるんですよね。これギリギリ OK ポイントっていうのが自分的にあって、これここ開けて大きくこう襟をこう外にこう今出してるんですよね。こう出してるわけですよ。こうするとギリギリ OK だと思うんですよ。なんでかっていうと、タンクのどこがこう見えたらちょっと重ね変化って、僕ここだと思うんですよ。首、襟首のところが見えるとちょっとデンジャラスかなと思うんですけど、これね、襟が大きいこのジップアップのシャツって、ここが見えないんですよ。ここでこうもう見えなくなってるでしょ。で、後ろもその、見えないじゃないですか、ネックラインが。こうすると僕ね、いけると思ってるんですよ。逆にね、これ上げるとダメなんですよ。ほら、なんかね、タンクトップ着てる感出てきたでしょ。これはね、ちょっとね、やばいと思うんですよね。なんかタンクトップっていうのはここなんですよね。で、このタンクトップの部分を見せないと。こうすると、なんかこう、こういうシャツみたいな、こういう服みたいにも見えるかなと思って、このね、この、ここの生地の部分を前面に見せたい。で、タンクトップ1枚はちょっと恥ずかしいっていう人は、こういう着方もあるんじゃないかなっていうふうに思いました。ちょっとね、昨日上げた動画、ほとんどね、誰も見てくれてないと思うんですけど、歯列矯正のね、動画を上げてるんですよ。で、今、ちょっと器具が入ってる環境で、かなりね、喋りづらいし、本当にカミカミになっちゃうんですけど、ちょっと滑舌が今悪いんですけど、ちょっとなんとかね、こうやって気合で喋って、リハビリをしていくような形にしていきたいと思います。今回ね、僕がこのインクという、そのタンクトップを買ったきっかけとかですね、にもなってるんですけど、僕、大阪の方のブランドとかお店っていうのはね、本当にね、全然無知なんですよ。で、それで、僕がこういう洋服のことを発信することで、向こうのね、お店とか、ブランドとか教えてくれる人とかも出てきてですね、本当に僕今ちょっと移動が難しいんですけど、大阪の方のお店とかもいろいろ見に行きたいなと思っているっていうのもありまして、いろいろご縁があって、で、これは、たまたま僕が見てていいなと思っていたものではあったんですけど、それを、教えてもらったお店で買ったんですね。で、その大阪のボー&アローというお店なんですけれども、そちらのお店も今オンラインをやってらっしゃいます。本当に素晴らしいお店で、どういうね、方がやってらっしゃるかとか、オーナーさんのこだわりが偉い、やばいとかですね、いろんな話を聞いて、すげえなと。
で、あのインクを扱ってるお店っていうのは他にもあるんですけど、ぜひそこで買いたいっていうふうに思ったお店だったんですよ。だからあの今回ね、あの概要欄にリンク載っけておきますけど、そのボー&アローさんのリンクを載っけておきます。僕はそこで、あのそこで物を買いたいなっていうふうに思うようなお店だったんですよ。で今ね、まあ、こういう世の中ですから、何を買うかと、それよりももっと大事かなと思うのは、どこで買うかとか、そのお金がどうなっていくのかっていうところをイメージしながら使うことなのかなとも思います。だから、あのそういう思い入れのあるとか、まあ僕は行ったことはないので、思い入れっていう言い方はおかしいのかもしれないんですけど、そのリスペクトするお店で買い物をしたいとか、その人のところで買いたいとか、あのそういうふうに思うようなところにあのお金を落としてですね、まあ落とすって言い方もね、買わしてもらってですね、まあそういうふうになんか気持ちよく使いたいと思いまして、今回ですね、これの紹介をさせていただきました。まああの、能書きはさておき、すごくかっこいい服なんで、これね、T シャツの下に着るだけですごいいいと思うんですよ。全身ブラックでも全然いいし、僕大体全身ブラックになるんですけど、今回全身ブラックで一回撮ったらもう全くわかんなかったんで、このカメラのせいっていうのもあるんですけど、だからちょっとね、あえてちょっと色がわかりやすい合わせで合わせてみましたけども、これあの、全身単色になってもあの単調にならない黒の中にもこういう、わかるかな、見えますかね、こうこことここの色っていうのは違う、こことここは一緒みたいな感じなんですね。こう一個飛ばしで同じ感じの生地がこうあるっていう感じなんで、これもね、あの黒の中にもちょっとこうリズムがあるっていう、僕そこういうね、こう好きなんですね。これ3色全部いってやろうかなと思ったんですけど、3色っていうかもうなんか全部いってやろうかなと思ったんですけど、やっぱ僕は黒かなと思って黒を買いました。ということで今回ですね、インクのタンクトップのご紹介でした。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram もやっておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。僕がやってるブランドのヘルベシカの公式 LINE があります。そちらでですね、そちらでしか言わないこともこれからあのアップしていきますので、ぜひ公式 LINE の登録をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。